2023-24 WE リーグカップグループステージ第3節、アルビレックス新潟レディース対 AC 長野パルセイロレディースの一戦です。まずは31分です。このボックス内で上田、駆け引きから PK を得ました。そしてここ冷静に流し込んでいきました。長野が先制に成功しています。今季初先発の期待に応えました。自らのチャンスメイクから得た PK、 冷静に流し込んでいきました上田です。そして45分プラス4分、ここ道上抜け出したところ、ここがポストでした。大きな決定機となった新潟、このストライカーの道上、滑り込みながら放ったシュートでしたがポストでした。1対0と長野リードで後半へと入ります。51分です。新潟、この変わった入った滝川、切り返して左足のミドル、ここがゴールに吸い込まれていきました。新潟これで追いつきます。この滝川うまくかわして左足の見事なゴールです。変わって入った滝川のゴールで追いついています。ホームの新潟、85分です。このコーナーキックからのこぼれにうまく頭で合わせたのは山谷、これで逆転に成功しているホームの新潟。少しリフレクションありましたがうまく合わせました山谷。そして試合終盤90分です。ここ川船、変わって入った川船、平尾に当たって同点ゴールとなりました。変わって入った川船、スピードが光ります。ここ1対1を制して同点ゴールを挙げています。新潟対長野の一戦、2対2、勝ち点を分け合う形となりました。